バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、後ほどちょっぴり辛口ようこが出演します。もう前もってねお伝えしておきます。まあね、ちょっと今日はね、あの皆さんと語りたいことがあるんです。ではでは、その前に、すっかり鹿児島も秋になりつつありますよ。とはいえね、日中は暑いですからね、まあ、台風のね影響でいきなりこう朝晩冷え込み出したのかなって思っておりますが、沖縄はいかがでしょうか。台風の被害大丈夫でしたか。私の地元ね、親戚からやっと今日停電が治りましたってね、昨日連絡があったんです。ってことは、え、何日かかった、18、19、20、21、4日間かかったって、びっくりですよね。そう、私の地元は鹿児島のね、大隅半島志布志市なんですけれども、結構ね至る所で停電の復旧作業まだ続いているんじゃないかなと思います。いろいろとね困った方々はね、早くね日常を取り戻していただきたいと思います。ではね、秋始まったなというね、ようこの思いもいろいろと含めて、頑張ろうという思いも含めて、ちょっと気楽にねこの一曲お聴きいただきたいなと思います。ようこで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことの瞬き一つ、ほんの一瞬で光り続ける、光り続けてく、この胸の中にずっと、この胸の中ずっと。お聴きいただきました曲は、ようこで愛実でした。そうそう、冒頭にねちょっとお話ししました、辛口ようこどんな話をするんだってねことなんですけれども、今回ね私、本物という言葉についてね皆さんと考えられたらなと思っております。本物っていうね言葉、皆さんどんなイメージあります？私はね、もうすっかりこのシンガーソングライターを始めて、もともとね歌手になりたかったっていうね
思いからシンガーソングライターという方法を得まして、この歌手というねお仕事を活動させていただいております。11月からはねもう8年目を迎えるんですよ。ファーストシングルをリリースしたのが2015年の11月29日いい肉の日だったので、そういい肉の日はね私ね人生で大事にする記念日の一つとしてね、いつもこう心をねいろいろと引き締め、こういう取り組みをこの1年をやってみようとかね目標を定め活動してきてるんですけれどもね、まあとにかく私は本物という言葉に結構ね敏感にねこの7年生きてますね。まあ最近ね私もいろんな方にねこういう事業展開どうですかとか、ヨコさん応援するよって言ってくださってる方々もこういう風に応援できたらいいと思うんだけどどうかなとかね、今までにないサポートを受けることができております。本当ね毎日毎日環境変わったりチャンスがね巡ってくるので感謝ばっかりなんですね。そうした時にヨコさんって私俺歌い手になりたいんですけど力貸してもらえませんかっていうねお言葉とかもいただくんですね。で私はこんな人間なので、もうできること何でもやるよって言ってねって、で本物になりたい陽子がね一つ経験してもうほんと大事にしているポリシーは、本当にいいものっていうのはやっぱりお客様の耳が肥えていらっしゃるからね、お客様に届けた時に反応として返ってくるわけですよ。なので私ができる最大限の努力だったり最大限のいい環境を提供することっていうのはもう曲げないポリシーなんですね。なのでまあ例えばさイベントとかであっても、まあ、オケであってもねオケの時には私が歌う時はもう自分がこういう風にしたら楽しんでもらえるんじゃないかっていう作戦を考えますね。でアコースティックだったり生バンドでのライブで楽しんでいただける日をもう皆さんとね共有できるためにいろんなところで初めまして陽子です歌聞いてくださいみたいな感じでイベント出演もさせていただきますし、アコースティックライブも今ねそうあの投げ銭ライブでね今まで陽子を知らなかった方々に会いたいからでいろんなお店の方々にもご協力いただいてねお食事していただきながら飲み物飲んでいただきながらそこで少しアコースティックライブをさせていただいて音時間で楽しんでいただくっていう空間を作りたくて、そういう動きもね、明日よりねまたスタートさせております。今までもねしていたことなんですけれども、明日からまた本格的にね指導していくんですけれども、そうでねそういう活動の中でとにかく本物であり続けたいって思う陽子は本物になりたいっていう思いも込めてね音時間発信しているんですけれども、やっぱりね応援してくださる方々の認識だったりとか、今から歌手になりたいから力貸してって言ってねくれる方々の中にね、この歌い手というものの本物っていうその線引きをした時どういったねところで線を引かれるのかなってねすごくね考えることが、まあ、続いておりました。でねやっぱりさ応援したい頑張ってっていう方々も自分というものがありきで応援してくださるわけでしょ。やっぱり自分にとって、まあ、タイミングが良かったりとかね、でもうこの人のこの曲に救われたからこの人をずっと応援するとかさ、もう私もめちゃくちゃわかる話でね、で、実際ねこう自分は動く時に母親だし、家庭ももちろん大事にはしておりますけれども、歌っている時陽子としてだったりバニラスカイミュージックの事務所の代表として動く時ね、その関わる音時間っていうのは私は一人の人間として動いてるわけですよ。でやっぱりさそこをさ動いてる時にファンの方や応援してくださる方々の期待通りのまあパフォーマンスをしていないかもしれないんですね私はね。まあこう見えて真面目な人間なのでね、きちんとちゃんとしないとなとは思ってるんですけれども、
もうプロの歌手はこうあるべきだみたいなね、先入観で物を見られるとね、あ、もっともっと売れないといけない身分なのでね、ちょっとこういうところはこうしてるんですよみたいなところも、まあもしかしたら私にもあるかもしれませんしね、うん、ただね、やっぱりこう本物でありたいってさっきからもう何回本物って言ってるんだっていう感じですけれども、まあ、活動していると最近ね、どん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 最初の頃よりもいろんな道の本物の方々に支えていただけることが増えまして、だからね、たまにえそんなことをえみたいなことがあるとよくも、まあ、おーほいって考えちゃうことももちろんあります。で、私は何が言いたいかというとね、ヨコさん力なってくださいっておっしゃるその言葉すごく嬉しいです。で、どうやったらそういうね、私を慕ってくれる方々のね力になれるかなって、その子たちが元時間自分の人生により良いものになるかなと思ってこうお手伝いするできるかなと思って動く時とかにも、やっぱりあ、こうやって言ったんだけど通じないんだなとかさ、うん、やっぱりこうもうチャンス死に物狂いで掴み取ってきて私からするとね、もう営業マンってね、いろんな方に言われるんですけど、まあそうだと思います。だってもう誰も言ってくれないから自分で売り込むしかないし、せっかくのチャンスね無駄にできないからガン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 こう掴みにかかりたいしっていうのは、まあそれは要項なんですけれども、そうでない方々の気持ちがね、たまに分かってあげられないんだよね。なんかもっとね、こうまだそこのスタートをしたらいっぱい出てくるのに、始めるか始めないかでまだ悩んでるのみたいなことを、まあ、正直思ったりするんですよ、うん、やりたいんだったらやりゃいいじゃん、うん、若いんだからとか年なんだからとか関係ないと、そもそも年ってなんだっていう話もあるし、若いからって時間を無駄にするなって言いたくなったりとかね。なのでね、まあ、その点私の子育ての方針は、うちの娘にはちゃんとね、伝わってるなと思います。うちの娘もね、もちろんティーンエイジャーなので、いろんなことをね勉強しながら失敗しながら自分はこうだって頑張ってて、でこの間ちょっと歌を歌ってたらすごく褒められたことがあって、で彼女は彼女でね、やっぱりこう自分の人生こういう風に過ごしていきたいからって言って選んでって今している段階で、努力をしている段階でね、やっぱりこうスタートしてみたら見えてなかった景色が見えたりとか、同じ景色も全く違う色で見え始めたりする。そのスタートさえもしないのに、陽子さん力貸してって言われたら、陽子さんどうしていいのかもう最近わからんなーってまあ年なんでしょうね、まあ、皆さんもそういう経験ありませんか。なので私は本当皆さんのことを裏切るつもりがあって行動していないっていうことを分かってほしい。で、応援してくださる方々は本当にね、いろんな道の本物の方、プロフェッショナルの方がねいらしてくださるので、その方々のね希望とかね、一緒に乗っけていただいた陽子っていうアーティストは裏切らないように活動していきたいなと思ってます。何かね、こう応援してくださるファンの方々のね期待に添えなかったりとか、あ、ちょっとそういうの陽子に期待してなかったって思わせることが今から増えていくかもしれないけれども、陽子は陽子なんでね、別に裏切ろうと思ってやってるわけではないし、その面をよく愛せないんだったらもうそれはそれでしょうがないなと、お互い人間なんでねっていうのは思ってる。ただ本物になるためにはね、よくは、妥協はしないよっていうことだけ、共通認識でね応援してほしいなと思います。そしてあと一歩踏み出せない方、とにかく踏み出してください。あの景色がじゃんじゃん変わりますよ。そして聴く音楽、好きなアーティストさえも変わると思う。まあ私はミュージシャンなのでね、私がね最初の頃から応援していただいてる方々はね、やっぱりね、50代60代のね先輩方です。リリースするたびにね、そういう方々がね、あ、こんなこれ頑張ったんだって、私の楽曲だけじゃなくて私の人となりまで応援してくださいます。すごく嬉しい。中にはね、地元のね友達のね、ご兄弟でね、まあ私も同級生だけじゃなくて上のねお子さんも一緒に学校通ってたっていう方々のそのお母さんがね今応援してくださったりとかね、とにかく本当年齢層広いんですよ。なのでね、
今度10月22日、私の地元志布志市志布志町にあります島津楽器のキュレオホールで初のワンマンライブが決定しております。その時はねめっちゃちっちゃい子から、だいぶ先輩方までもうみんなが時間を過ごしてくださると思うんです。もう本当感謝をね全力で全身全霊で伝えたいと思いますので、1ヶ月後ですね。なので皆さんぜひぜひ志布志に遊びにいらしていただくと嬉しいです。その日はね夕方5時30分開場6時開演になっております。2ステージになっております。換気もちゃんとしますのでね、ぜひぜひねタオルフリフリとか声を出さなくても遊べる音時間作りますんで、気軽にいらしていただけると幸いでございます。でね、ようこ、まあちょっと辛口と言いましたけれども、まあね、どこまで本心伝えていいのかな、言葉選ばないとなっていうのは日常を生きてて皆さんそう思われることだと思うんですけれども、よくもね一応言葉選んだつもりなんだけど大丈夫かな、とにかくね私も大事な誰かの応援をしていきたいと思いますので、その時はやっぱり本物の価値観で応援サポートしていきたいなと。そして自分のこと、私のことをね、応援してくださる皆さんも、陽子にもっともっと本物を求めていただけたら嬉しいですし、そしてご自身の都合だけではなく、陽子に期待、希望を乗せて応援してもらえると、本当に力になる。それだけはね、もうお願いしたいです。本当に私のことを支えてくれるなら、応援してくれるなら、ね、本物の陽子にいろんなものを乗っけて、新しい目でいろんな扉を開けて応援してほしいです。引き続き熱いあったかい応援よろしくお願いいたします。ではね、2曲目、よくなんかこの曲歌詞出てこなくてめちゃくちゃ頑張ったんだけど、応援歌として書きたかったのはやっぱりね募ってるなと思いますので、この曲皆さんにお聴きいただきたいです。ようこで Believe。認めたら
お聴きいただきました曲は陽子で Believe でした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。あっという間の音時間ではございますけれども、少しインフォメーションさせてください。9月23日明日ですね。明日は鹿児島のイルソーレイタリアンレストランで夜8時から投げ銭ライブ、アコースティックライブさせていただきます。ギターはイッシー、サウンドプロデュースでお世話になっているイッシーとともに、カバー曲もね、まあ初めての中歌いたいなと思ってるだけなんですけれども、今から選曲してね、明日のために備えたいと思いますよ。そしてあさってしあさって9月24日25日は鹿児島のお花見といったらこちら、甲突川沿いにありますライオンズ広場にて、24日は15時から、25日は12時から陽子ステージいたします。ぜひねタオルをお持ちになって一緒にタオルフリフリ楽しみましょう。そして10月22日はなんと陽子初めての志布志、地元でのねワンマンライブが決定しております。陽子バンド、ドラム杉野俊之さん、ベース服部湊さん、ピアノ北園真由美さん、ギター石、そしてもちろん陽子がずっと歌います。ね、キレオホールにてワンマンライブいたしますので、夜6時開演です。お待ちしております。そして何よりも10月1日陽子が実は裏で仕切っていますよ。皆さんも知らないでしょうけれども、うへへ。ということで、皆さんの魅力たっぷりあふれるステージが10月1日鹿児島市キャパルボホールにて開催されます。イベント名はイッシージャムナイト。ギタリストのイッシーをね大切に、なんで大事なところで噛むんだろう、イッシーへのディスペクトシーン、ディスペクトシーン、ギタリストのねイッシーのことが大好きな仲間たちが集結いたします。シンガーソングライターと言っていいんでしょうね。ギタリストのたけちゃんこと山田たけしさん、そしてもうハードコア大好きなナンバーナイン Q ちゃん、そしていつもお世話になってます東京で活動をねされておりますが鹿児島出身の兄弟バンドアップルジャム、鹿児島の、霧島市拠点にもう全国飛び回ってますね、シンガーソングライター女性ボーカリストのかずかちゃん、そしてなんと世界を守る生身のゆるキャラじゃんけんマン、なんとなんとステージに登場してくれます。どこのステージかはお楽しみとは言いつつ、陽子も一緒にステージしますんでね、じゃんけんマンのステージもお楽しみに。そしてうちの娘のシノも今回いろいろやってくれます。まあラジオを聞いてくださる方だけに特別、去年は BTS でしたが今年はドリフターズです。そして陽子のステージでございます。皆さん、ドラムは西村真也さん、東京からいらしてくださいます。そしてサポートギターに原口秀幸さんで、北園真由美さん、うん、もうピアノですね、ピアノ北園真由美さんで、ベースはもったんさんでございます。ぜひぜひ楽しい暑い夜お待ちいたしておりますので、大事な方と遊びにいらしてください。もちろん換気はバッチリなので ね気軽にお越しくださいね。会場は夕方5時30分、開演は6時となっております。キャパルボホールに直接ご連絡いただき予約していただけるのも OK ですし、陽子のオフィシャルホームページ yokoyokojapan.com にメールいただいたり、バニラスカイミュージック宛てにねいろいろとこうご連絡いただけますと予約もしていただけます。ぜひぜひ大事な方と遊びにいらしてください。それでは今週も皆さんらしくハッピーでいてくださいね。よろしいでしょうか。メッセージやリクエストも大募集しております。ではでは、また来週、バイバイハッピー。